ちは、まーさんです。まあ、前回3080を買いましたっていう動画を皮切りに、その後小さい PC 作りますっていう風にしようと思ったんですけど、ちょっと今回やっちゃったんですよね。なんでかっていうと、これを買ってしまいました。 ASUS ログストリックスゲーミング3070ですよ。私3080買ったのに3070なんで買ってしまうか。もうこれはひとえにですね、 ASUS のこのログストリックスっていうのになんかわかんないけど私は憧れがあって買っちゃったんですよね。もうこれ個人的な見解なんで、もう誰が何と言うと、私これが欲しかった、買っちゃった、もう破産寸前です。さあ開けてみると、こういろいろおまけみたいなのがね入ってました。まあこれはEVGA と一緒ですね。さあ中をまた開けていきます。もう 2,3 日前も同じようなことやったんですけど、また3070開けていきます。さあサンキューって書いてあった紙も、それからなんかわけわかんないカードも入ってました。ありがとうございます。そして開けると出てきました、3070のログストリックス。これでかいんですよね。結構しっかりした作りで、まあなんかいかにも冷えそうって感じの風体というか、こう格好してます。これがチップが見えるところですね。こんななんか4個のひし形みたいな感じに並んでました。これEVGA がどうだったかっていうと、6個のこの何でしょうね、綺麗に並んでる形でしたね。まあ、全体的には、こんなしっかりした作りが特徴のログストリックスだと思います。さあ並べてみると、なぜか3070のログストリックスが一番でかいっていうことになりました。まあ買う前からサイズは測ってたというか調べてたので知っていたんですけれども、やっぱり並べてみると結構差がありましたね。で、長さがだいたい32センチで、高さが 5.3 センチですね。で、幅が 12.5 センチ、このような大きさになっています。PCI スロットのこう端子の部分まで入れると14センチぐらいですね。ペリ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 。まあこのペリペリっていう録音もうこの前したばっかりです。あ、で、そうですね。3080と違うところ、これ2つの、補助電源で済むっていうところがいい。ただ、まあ、3080よりでかいっていうですね。なんでしょう、このなんか矛盾に満ちた、ログストリックスです。ゾタックさんの2ファン構成の2ファン構成のやつだと結構ちっちゃくて済むみたいですけどね、私は欲望に負けてこれを買ってしまいました。さあ電源オンすると綺麗なイルミネーションがね光ります。でこれびっくりしたんですけど、とっても静かで、これ動いてんのかよいっていう感じだったんですよね。測ってみても 34dB って、まあもうこれ普通の家の中の騒音と一緒ぐらいだったんですけど、まあ、よく見たらファン回ってないですというオチでした。さあ3080と3070と 2080Ti をもう比べてみたいと思います。で、母体となるのは GB の、マシンで、ドライバーは10月31日最新時点の 457.09 のゲーミングのドライバーを使っています。 GPU-Z で見るとメモリーのサポートっていうところで、まあ、サムスンだったりマイクロンだったりハイニックスだったりっていう、まあ、いろんなチップのメーカーの名前が並んでますね。まあ、どこにどれが使われているかわかんないですけど、まあ、混合された状態のようです。さあ最初はウォッチドックスレギオン最新版のゲームでこの3つのグラボを試してみたいと思います。一番左が3080、真ん中が3070、
で一番右が 2080Ti です。これ真ん中の3070の上の方に注目してほしいんですけど、まあ、GPU の温度がめちゃくちゃ低いですよね。57度とか言ってめちゃくちゃ冷えてますね。いや信じられない。で、まあ、やっぱり動きとしては3080が一番スムーズに動いてる、まあ当たり前ですね、一番高いんで、あのそうじゃないと困ります。で、3070 と、2080Ti はまあ大体同じぐらいか、もしくはまあ2080Ti の方がちょっとスムーズに動いてるかなっていう印象ですかね。まあでもあんまり変わらないかなという感じです。まあ、あの事前の触れ込みだと、2080Ti と3070、まあ、大体一緒ぐらいですよっていう風なアナウンスをされていたので、このウォッチドックスレギオンの、ベンチマークでやはりその結果がまあ出てるのかなという風に思います。あとですね、HW インフォで見てみるとシステム全体でだいたい 320W 程度で、GPU 自体で、まあ、200W 前後、これ3070ですね、ですと。で、まあ、驚くべきは温度でマックス60度ぐらい、で GPU のクロックも、これオーバークロックモデルなんで、まあ、2000弱に張り付いてますと。で、これがグラフにしたものですね。で、ウォッチドックスレギオンで 4K のベンチマークを取りましたというところで、やっぱり一番早かったのは3080で、平均 FPS で、次に来たのが 2080Ti で、次が3070でしたというところです。まあ、これがこのスコア差が何に起因してるかっていうのはちょっとよくわからない部分もあるんですが、まあ、3070と 2080Ti ってメモリ量が3ギガぐらい違うんですよね。なんで、まあ、そこら辺がもしかしたら関係しているのかどうなのか、はい、まあ、こういう結果でした。で、同じように FF14 ベンチマークも取っていました。4K で最高画質で比べています。まあ、その結果、まあ、ほとんど同じような傾向ですね。3080が一番高くて 14,892 で、3070と 2080Ti がだいたい同じぐらいなんだ。で、まあ、その下位2つのだいたい 1.3 倍が3080に当たるっていう傾向になっています。でですね、FF15 ベンチ 4K 最高画質、まあ、同じような、設定でテストしたんですが、まあこれ面白くないグラフでですね、ほとんど FF14 の時と変わらずです。3080が7513で、下の2つがほとんど一緒で、だいたい 1.3 倍すると3080に追いつく、まあ、だいたいこの構図が変わっていないという感じです。グラフにせっかくしたんですけど面白くなくてすいません。で、もう一丁 3D マークのタイムスパイの 4K でベンチマーク取りました。ところがですね、これもまた面白くなくて同じような結果です。3080がトップス 17528で、3070と 2080Ti がほぼ同じスコアで、まあ、このオレンジのがグラフィックスっていう方なんで、まあ、多分これを見るべきなんでしょうけど、だいたい 1.3 倍すると3080に届くと、もう全部一緒の傾向ですね。はい。でもね、皆さん聞いてください。私が気にしてるのは違うんです。マイクロソフトのフライトシミュレーターがどんだけ動くかっていう話、これですよ。まあ、前回はですね、調布飛行場から羽田へ行く途中の、まあ、新宿ぐらいのところで
比較をしましたけれども、まあ、そこに行き着くまでの調布の上空だいたい1000フィートぐらいでですね、どの程度の FPS になるかっていうのをちょっと3つ比べてみたいと思います。で、まあ、私の、調布飛行場からの下手な、着陸じゃない、離陸を終わらせまして、だいたい1000フィートにもうそろそろ到達するのかどうかっていうところですけれども、まあ、左が3080で 36fps ぐらい出てますと75度で、真ん中が3070でやっぱり冷えてる62度で、まあ、27fps ぐらいで、 2080Ti が温度高いですね、84度83度で、まあ、だいたい3070、3070と一緒ぐらいの FPS ですということで、マイクロソフトのフライトシミュレーターでも、ほぼ、まあ、巷で言われていることと同じ結果、つまり3070と 2080Ti は、まあ、ほぼ同じです。で、まあ、それより上が3080ですっていうのが当てはまりますね。で、ちょっと私あれ3090を持ってないのでちょっと何とも言えないんですけど、3090だとまたこれ違うんですかね。なんかちょっと噂によると、このマイクロソフトのフライトシミュレーターってメモリーの使用量が、グラフィックのメモリーですね、そっちの方の使用量が半端ないらしくって、なんかその3090だと24GB あるじゃないですか。で、そっちでの方だとなんかすごい威力を発揮するとかっていう、こう噂が、ね、インターネット上に書き込まれているんで、まあ、いつの日か手に入れてみたいと思いますけれども、ちょっと3070を衝動買いしてしまったので、ちょっとこれどうにかしないといけないですね。このままだと本当に破産してしまいます。ということで、これをグラフにしてみますと、マイクロソフトフライトシミュレーター 2024K のウルトラ画質で、調布上空だいたい1000フィートぐらいで FPS を測っていましたと。で、一番良かったのはやっぱり3080の、37fps で、3070、3070と 2080Ti はほぼ変わらずという結果になりました。3080が一番上だったのは、まあ、正直ホッとしています。まあ、そのために3080買ったんで、まあ、それで良かったかなって思うんですけど、思ったよりもですね、3070検討してんなっていうのが正直な印象で、なんでしょうね、ASUS のこのログストディックスっていうのがちょっと値段高めなんですけど、まあ、他のやつだったらもうちょっと安いのもあるので、それを使えば、まあ、かなり、なんでしょう、コストパフォーマンスよくゲーミングマシンができるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、っていうかですね、マイクロソフトのフライトシミュレーター結構バグがあってですね、例えば AI コントロールでこう、自動で運転してくれるって機能があるんですけど、全然してくんないんですよ。それ使おうと思ったんですけど、それ使えないから、ね、手で操縦しましたと。いや、残念です。頑張れマイクロソフト。ということでまとめです。新しい ASUS ログストリックス3070でかいけど、まあ、しっかり作りはしてます。で、びっくりしたのが、まあ、とってもよく冷えます。50度、60度ぐらいでずっと安定で、音も静か、まあ、EVGA よりも静かかもしれないなっていうふうに思いました。もちろん40デシベルとか全然いかない感じでしたよ。で、 4K とかマイクロソフトフライトシミュレーターしないんだったら、私3070でいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、
あの普通のっていうかですね、まあ、普通の仕事をするのね、まあ、3070円ちょっと高いんですけど、まあ、これがあれば、まあ、ほぼ何をするにも困らないスペックだなっていうふうに思いました。まあそうですよね、一昔前のフラッグシップの 2080Ti と一緒ですもん。いやすごいわ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。